マイラ・ヘス・マイラ・ヘスは英国のピアニスト。1890年、ロンドンでユダヤ系の家庭に生まれる。王立音楽アカデミーに学び、1907年にベートーベンのピアノ競奏曲第4番を演奏してデビュー。その後、イギリスと北米で演奏旅行に取り組む。第二次世界大戦中にすべての演奏会場が閉鎖されると、ロンドンのナショナルギャラリーなどで、 ランチタイムコンサートを企画して、自ら演奏家として出演し、大きな評判を呼んだ。この功績に対して、1941年に、デームの称号を授与された。特に、モーツァルトやベートーベン、シューマンの演奏家として有名だが、ドメニコスカルラッティから、現代音楽に至るまでレパートリーは幅広く、ハワード・ファーガソンのピアノ・ソナタやピアノ競奏曲の、初演者でもある。 重視のアイリーン・シャラーと組んだピアノデュオや室内楽でも活躍した。ヘスがバッハのカンタータから編曲した主よ人の望みの喜びよは現在も広く愛想されている。1961年に脳梗塞のため演奏活動の引退を余儀なくされたが晩年までスティーブン・コバセビチなどの弟子を育てた。1965年にロンドンの自宅で 心臓発作のため死去。75歳を打つ。結婚することなく、生涯独身を貫いた。同じくピアニストのハリエット公演ともいとこ同士に、あたる。萩谷幸子、ピアニスト面白雑学辞典 P80、ヤマハミュージックメディア、2008年アラエビス、名曲決定版上巻、P256、中高文庫、1981年。ありがとうございます。